ただいまより地域起業家応援団賞表彰式及び地域支援団体関係者によるプレゼンテーションを行います国立研究開発法人情報通信研究機構 ICT メンタープラットフォームでは地域スタートアップエコシステム構築に向けた熱量が高く 他地域への示唆となるような独自の取り組みを行っており、その結果、何らかの成果が生まれているという3つの観点を総合的に判断し、地域起業家応援団賞を選定しております。本年度は、一般社団法人、北海道モバイルコンテンツビジネス協議会、及び 総務省北海道総合通信局が受賞いたしましたおめでとうございますそれでは地域起業家応援団賞を受賞されました方々を代表されまして北海道モバイルコンテンツビジネス協議会堀川敦志様そして総務省 北海道総合通信局竹内様、どうぞステージへとお越しください。えー、この度はあの本当にありがとうございます。あのいろいろな活動をさせていただいている状況ではございますが、あのいわゆるあのまあ僕ら的な立場で言えば裏方としてやっているところなので、あのこういった形で。 あのご評価いただけるっていうのが本当にその僕らにとってすごく嬉しくてあの今まであのどなたかが表彰されているところをやったねって裏で喜んでる感じなのであの本当にあのもう嬉しいの一言しかあのないのでもう本当に今後とも頑張っていきたいなというふうにこう新たにこう決意をこう固められるような機会をいただけたなと思っていますので本当にありがとうございますこのモバイルコンテンツ協議会がどういったことをやっているのか。 まあ何者なのかみたいなところを軽くご説明させていただきたいと思います。であの2010年のに設立しまして今活動7年,7年目に突入しておりますで昨年の11月に、えー、一般社団法人化をやっと行いまして、まあ、組織としての位置づけというか、えーまあ、地盤を固めたみたいなところでございます。で あの協議会の活動趣旨なんですけど一番下に書かれている通りで参加企業間のネットワーク形成を通じて新たなモバイルコンテンツビジネスの創出と業界人材の成長教育を支援しますというコンセプトですただ、まあ、モバイルコンテンツビジネスっていうふうに言ってしまっていてもう7年経ってるので。 あのデバイスとしてはモバイルコンテンツを使うモバイルを使うっていうのは当然のことなので最近はもうあのモバイルでとかっていうような話ではなく、まあ、他の,あの AI だとか VR だとか AR とか IoT とかそういうさまざまな検知からの研究勉強会とかそういうことをやらせてもらったりということをしております今回の,あの本題なんですけれども起業家甲子園と起業家万博を開催するにあたって、まあ、北海道地区がどういう動きをしてきたのかというのをあの HMCC と総合北海道総合通信局さんの方であのこの動きというのをちょっと紹介させていただきたいと思います。で今回の本選である企業家甲子園と企業家万博を目指すという目標地点というのを明確にしようというふうに、えー、今回考え仕切り直しをしましてそれにめがけてその研鑽というか成長していけるような仕組みを組んでいこうじゃないかというふうにあの新しくあの仕切り直しを行いました。 でまあ、結果的に出てきたエントリーの内容としては偶然ではあるんですけどやはりあの行動法函館さんとかあと未来シェアさんとかもあの北海道の気象条件だとかあとはまあ別な問題で言えば高齢化していってあの動くことが難しくなってくるとかあと観光誘致の問題があったり路線が縮小していってどんどんその今 JR も廃線になっていくってあのあの いう話とかもあったりもしますんでそういう問題に起因したことをっていうところが切実に北海道としては迫っているんですっていうところがすごくその出てきている上での,そのプレゼンテーションだったと思うので人のネットワークっていうんですかね、はい、どうやってこう構築していくっていうか作っていかれるのかなっていうのは<あ>ちょっと具体的になんかそういう苦労とかはか。 あの直接お会いしてる人のネットワークが多くてあのセミナーとかやってますっていうようなお話挙げさせていただいたんですけどそういうところでのコミュニケーションから直接学校さんとお話しさせていただいてそこからあのどんどんエントリーしていただいてアイデアソンに臨みとかっていう形なので直接会ってお話しした上でそ,そこで顔を覚えていただく中で徐々にその輪が広がっていってるっていうのはどんなに IT 化したとしても。 結局そこが一番重要だったっていうのが、あの今も、あの非常に強く思ってます。おめでとうございます。今後の抱負をお聞かせください。引き続き学生さんだとかが、よりその北海道で、こう自分たちで仕事がしていこう。というような土壌を作るところに、精一杯、力をかけていきたいなと思っております。まさに、あの北海道の人材育成で、まあ。 あの北海道だけじゃなくて北海道からやっぱり東京を目指すというところもやっぱ学生さん含めてよくお話を聞くんですけどもその人たちがやっぱりもう一度帰ってきてやっぱり北海道のために頑張ろうと思えるような土壌作りというのが一番今度進めていきたいという,という,ふうに思っております。